どうも、ありがとうございます。さあ、今日は4月5日でございまして、新年度一発目の顔出しで喋る動画になるわけなんですが、まあ、考えてたんですよ。何喋ろっかなって言って迷ったんですが、よし、カツを入れようということで、今回はカツを入れる動画になっております。ただ、このカツ、じゃあまあ、ね、なんかお叱りをしたいってわけじゃなくって、活力のカツの方、どちらかというと、まあ、春休みね、ちょっとこう、ダラダラしちゃったとか、なんかこう今ね、新学年始まるのに、スイッチが入りきってないという方が、まあ、この動画見て、ちょっと頑張ってみようかなっていうふうに思ってもらいたい。それがおじさんの願い。はい。なので、そういうふうにね、なればいいなと思って喋っていきますので、よかったらね、最後までお付き合いください。ちなみに春休み入ってから、まあ、こんな動画をね、いろいろ撮ってきたんですよ。例えば春休みはこれをしていこうねとか、まあ、勉強習慣残してねっていう話とか、計画の立て方とか、あとコミュニティ探してねっていう。コミュニティを学校以外に持っておくと充実したね、生活を送れるからっていうのを撮ってきたんですけど、まあ、見た方もいると思うんですよ。この動画見てる方はね。さあ、やりましたか？どうなの？正直にどうぞ。でこれは見たんだからちゃんとやってくれよっていうのは、まあ、ちょっとだけ思ってますけど、でもそれが今回伝えたいメインのメッセージじゃなくって、新生活って本当にドタバタすぎて気づいたら4月終わっちゃうんですよね。あれってゴールデンウィークじゃんもうみたいななるんですよ。大学生大体もうね始まってると思うんですけど、当然人間関係変わりますよね。高校入る方もそうです。人間関係変わりますと。で、環境変わりますと。で、授業の難しさ、難易度も当然上がるし、授業進度、始まるとスピードね、もう当然速くなっていくんですよね。だから気づいたらもうそれを毎日ね、自分のペースで走るとかじゃなくて、もう周りに促されてやることあれやんなきゃこれやんなきゃってなってるうちに4月終わるんだって。で、もちろんそれを4月過ぎ去った時に、やんべ、いい波乗れてるねーつって、こうペースもつかめてるねーってなってる方もたまーにいる。たまーにいるけど、ほとんどの方が遅れるから。いろんなことに関して。生活も馴染めない。人間関係もなかなかうまく作れない。授業もうまくついていけないみたいな。で、それがどんどん4月でついていけなかったのが5月、同じ生活をしてそれが改善するわけがないんだよ。だからもちろん5月になってやべえって気づいて、そこで奮起して、本当はね、こう100のパワーでしか過ごせないところを150振り絞ってやっていくっていうんで4月分取り戻せる方もいる。それはいるんだけれど、だったら今のうちに気づいた方が良くないっていう話。最初から気づいておいて、4月で遅れを生まなければ、ゴールデンウィークも楽しく過ごせるんだ。で、そうなってほしい。もうさ、こんな話ばっかりしてるからさ、うっせえよって思うかもしれないんだけど、もしね、まだ春休みがまだ続いてて、あと数日間あると。だったら、もしこの動画をさ、今日4月5日に撮ってんだけど、4月5日に見ることができた方がいたら、今日の夜、昨日よりはちょっとプラスでやってごらん。まあ、計画とか立ててほしいけど、もう云々よりまず今日ちょっと何かやろうっつって。で、その時に、これはもう中学生、高校生、大学生、まあ大学生とかなってたらもう自分で分かってると思うんだけど、ぜひ区別をつけてほしくって、勉強をするっていうことと、できるようになるっていうの別だからね。ここが本当に分かっててほしい。だからワークを3ページやりましたって、もちろん大事だよ。偉い、頑張ったってなるけど、でもやった3ページの内容が頭に残ってなかったら意味がねえんだって。だからそこの勉強をただただやるっていうことと、それをできるようにするっていう、この2つの区別が自分の中ではっきりしてる。今日はちゃんとできるようにしたなって、できるようになるっていうのはレベルが1個上がるんだから、自分が1個レベルが1つ段階が上がってるって、それで自分の自信にもなっていく。で、それをちゃんと自分の中で分かってほしい。それが掴めた上で、その新しい生活が始まっていけばなんとかなるし、それがすごい味方とかプラスパワーになってくれるので、ぜひ勉強をやるっていうことと、できるようにする、自分のレベルアップをさせるっていうところの区別を自分の中でぜひね、掴んでいってください。もしかしたら気づいてた方もいるかもしれないんですけど、実はこの顔出しで喋る動画って去年の後半ぐらいからかな、月曜日の16時半にもう固定で投稿してたんですよ。で、今年もそれ変わらずいきます。で、一応まあ興味ないかもしれないけど、意図としては月曜日ってやっぱ一番心が萎えるというか辛い時じゃないですか。で、まあ、その、明日も頑張ろうっていうメッセージを伝えたくて、ダラダラジオっていうのを日曜日の夜に投稿して、ひとまず明日も頑張ってみようかなと思ってほしい。で、月曜頑張っていくわけよ。まあ、しんどいわけじゃん。で、今回はさ、ちょっと喝入れるメッセージだから、あまり応援になってないかもしれないけど、学校から帰ってきて、で、自分がこう撮った動画を見て、ああ、
しんどかったけど、まあ、頑張っかって思ってもらって、火水って、まあ、1週間を乗り切っててほしいなと思ってるね。個人的な願いとしては。まあ、今回に関しては、ちょっとうっせえよ、ボケっていう動画になっちゃったけど、多分ね。だけど、まあ、こんな感じでね、また月曜に、また16時半にこう投稿していきますので、よかったら今年もね、ぜひお付き合いくださいというか、見てってください。いいことばっかではないと思うんですよ。見てね。こう、プラスエネルギーばっかりじゃないと思うんですけど、自分も誠心誠意、もう熱量を込めて嘘なく、話せることだけを話して、お伝えしていきますので、ぜひね、今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、ひとまず、この動画見ちゃったみんな、今日勉強しようね。はい。ということで、残りのね、春休みも充実にさせてもらって、新生活、いいスタート切ってください。4月終わった時、ゴールデンウィークに、まあ、この動画見てたなんて言わなくてもいいけども、ちょっと頑張ってよかったなって、あの時踏ん張ってね、奮起して、スイッチ入れて、やってよかったなって思う方が一人でも増えることを心から願っております。ということで、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。